おはようございます。おときゅうです。本日は高崎駅から特急リゾート富士山の全区間乗車をします。この列車は7月16日から18日の3日間、高崎富士急行線川口湖駅間で運転されます。この手の臨時列車は8番線から出ることが多いのですが、この臨時列車は4番線から発車します。この列車は全車指定席の特急列車で、停車駅に難があり、乗車するには敷居の高い列車となっています。編成はみんな大好き485系山鳥編成が使われます。シートピッチがグリーン席並みで、横3席が売りの山鳥編成。快速で使われれば価値もありますが、今回は特急で運転されることに加え、大宮を出ると富士急行線下吉田まで停車しないため、大回り乗車も不可能です。北海道&東日本パスも利用制限した JR 東日本総集作バリバリの列車です。経由は高崎線、武蔵野線、中央本線で、毎年7月2日、3日運転される初詣列車、快速新春初詣山鳥の運転区間が富士急行線川口湖まで延長されたような列車です。山鳥編成は来週は烏山山上祭り号で新宿宇都宮間走ります。8月と9月には貝の国シリーズで勝田や小田原から小淵沢へも走ります。いろいろな方面に設定されているのはいいことですが、いずれも特急列車で運転されます。湘南色の帯の211系と並んでいると、高崎駅にいるなという感じがしますね。本日の指定席は2号車で取りました。最近は空いているとすぐ2号車で取ってしまいます。自分では山鳥編成というと2号車なんですよね。原型をとどめないくらいに改造されていますが、種車は485系です。花編成とともに JR 東日本に2編成だけ残る貴重な形式です。高崎駅を6時5分、定刻に発車しました。川口湖まで3時間47分の乗車です。停車駅は熊谷、大宮、下吉田、富士山、富士急ハイランド、終点川口湖です。富士急行線内各駅総合間のみの乗車はできませんと注記がありますので、下吉田川口湖間のお試し乗車はできません。運転停車は八王子と大月であります。運転士は大宮、八王子、大月で、車掌は八王子と大月で交代します。
たしました。電車はこれより富士急行線に入りまして終点川口と行ってまいります。担当乗務員に代わりまして運転士原車掌高田です。富士急行線内カーブが多く列車が大きく揺れる場合がございます。私の際はご注意ください。この先の停車駅と到着予定時刻をご案内いたします。次の停車駅は下吉台です。下吉台駅には9時29分の到着予定です。富士山9時35分富士急ハイランド9時49分終点の河口湖には9時52分終点河口湖9時52分の到着予定です。いたしますと進行口左側富士山のビューポイントを通過いたします。ご案内いたします。電車は今富士山のビューポイントを通過しております。今しかあいにく雲に覆われていますが今富士山は進行口左側に位置しております。すっきりと晴れた日にはこちらから雄大な富士をご覧いただけます。下吉台に到着いたします。お出口は左側です。なお次の下吉台駅ではホームが短いため5両編成のうち後ろへの3両4号車、5号車、6号車のドアは開きません。下吉台のお客様大変恐れますが前売りの3両1号車、2号車、3号車のドアをご利用ください。下吉台お出口は左側です。下吉台を出ますと次は富士山に止まります。
まもなく富士山に到着いたします。お出口は左側です。お客様、車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。富士山駅より進行方向ありまして、富士急ハイランド終点川口湖の順に停まります。なお次の富士山駅では上り富士山流特急大津急行到着待ち合わせを行います。発車は9時47分の発車予定です。発車まで8分ほどお待ちください。なお富士山駅ではすべてのドアが自動で開きます。川口湖まで無事に乗ってきました。9時54分、2分遅れで到着します。1号車はホームに入らずドアカットです。ギリギリドアはホームにかかっていますが、ドアカットなんです。側線に入れるため引き上げます。
川口湖駅の窓口は大変混んでいます。必要な切符はすぐには買えません。丸々分のバスに乗りたいですと騒ぐ人がいましたけれども、順番が早くなるわけではありません。川口湖駅はコロナは関係ないです。アホみたいに中にも外にも人がいます。余裕を持った行動をお勧めします。ちなみにどこ行くバスも長蛇の列ができています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。